30ヤードから50ヤード、うん、サンドウェッジで練習したんですけど、しっかりとインサイドからの軌道を、はい、まあ何でもいいけどさ、はい、まあこれはいろんな形で、それそういうふうに使う時もある、いや、どういうふうにもできるよね。もっと円に近いもの、こうやってこうしといて、これでこうしといて、こういうふうに使えば、自分を中心にしてさ、この長さが変わんなかったら絶対ここにイン来るじゃん。インから来たって、こうやって確かに上から当たってるじゃん、こうやってほら。だから基本的には、丸くこうやって動けば、インから来るじゃん。で、インから抜けてくるじゃん。インから入りすぎて、こうなんか寝るみたいな。それっていうのはさ、こうなっちゃった、要するにクラブがバタンって倒れちゃうからじゃないの。だからこれが、こうならないように、丸くなったらそれいいじゃないの。